今日はひなとひまとひよがもうすごい成長してきていろんなことできるようになってきたから、はい、ママとパパ一日だけでしてください。はい、すごい、ママほら見て喜んでる。おピーピー沸騰してきたよ。今日カレーうどん、うん、あ、はい、やった嬉しい、楽しいね。はい、できました。これ熱いんでパパ分けるから、じゃあ配膳係やってもらっていいですか。うん、じゃあママできたよって言ってきてください。ママできたよ。やったー、お腹空いた。いや、もうできたよ。すみません、ちょっと味見お願いします。あのね、ママっていうのは味見でお腹いっぱいになりがちだから。分かった、じゃあはい、お願いします。味見どうぞ。味見をする日向ママ。どうぞ。どう、うまい。めっちゃうまいけど、ちょっと辛い。どう、めっちゃうま。めっちゃうま。パパ、なに、ひまがお手手でこぼした。大丈夫、熱くない。うん、熱くない。やめて、つなめてる。はい、やめて。パパ、拭いた。拭いた。すごいね。え、ちょっと待って、何拭いた。うわ、ちょっと、お母さん、それで拭かないね、ほんとにね、ティッシュとかで拭くの、カレーはね。お母さん、あ、よいしょ。お母さん、逆に疲れる気がしてきたよ、お母さん。パパとママ手伝ってるんだよね、それは。うん、うん、そうだね、一生懸命手伝ってるんだよね。いい体験だね。お母さん、エプロン持ってきて。服が汚れないようにエプロンを持ってきてもらいます。僕が浮かれた。ヒヨはお世話係のお母さんでしょ。家事はやらないです。家事はやらない。せーのが3。はい、いただきます。どうだな、おいしい。誰が作ったの。おいしい。赤ちゃん、あったよ。そしたら食べようか。うん、上手だね、料理。この前、日向ママが作ったの。うん、あ、お世話がかり。おかわりください。はい、おかわりが欲しいパパとママ。おかわりあるの、ママ。あるよ。お母さん、今日の夜ご飯何？今日の夜ご飯、うん、ハンバーグよ。ハンバーグ。じゃあ、ご飯食べたらママはいつも何してるでしょうか。あやいも。正解。正解。洗い物したら？お洗濯。お洗濯。どうしたか？ママと洗う。早いそれ。じゃあどうせ。おっか。おっか？次の時間。違う。お買い物でしょ？ママが一番嫌いな家事は何でしょう？洗い物。洗濯の洗濯物を洗うか干すか畳むか、どれが嫌いでしょう。畳む。正解。畳むのが一番嫌いでね。めんどくさい。2番目に嫌いなのは何でしょう。これも結構嫌い。もう嫌いなの、それと洗濯物畳むのと、それぐらい。パパのお世話、パパのお世話、パパのお世話。お茶。あ、そう。お茶作るのがね、すごい嫌い。お茶のさ、ポットを洗ってお茶を作るのも嫌い。すごいじゃん、今なんでわかったの。ごちそうさま。ごちそうさま。ま、今から洗い物をしたいと思います。まずはお皿です。ひまりママもお手伝いに来てくれました。ひまら、洗い物好き？上手なんだよ。一緒なんだよ。自分
でやらなくていいんだよ。私洗い物好きなんだよ。私もよ。じゃないけど。ありがとうね、洗い物してくれて。うん。ママ助かっちゃうわ。全部やってあげるよ。ありがとう。漢字細胞作業。できました。できた？どれ？すごいじゃん。ありがとう。ありがとね。いいな。何にじけてんの？泡がついてるよって言うの。ごめんごめん。さっきちょっと泡がついてたからさ。いいよ。じゃあ次はちょっとお掃除してもらってもいいですか？あのお部屋がちょっと散らかってるのでお掃除してもらってもいいですかね？片付けで。これはちょっと散らかっちゃってるのでお願いします。すごい、なんかすぐ3人でやったらすぐ片付いてきたよ。すごいじゃん。あとどこ行くの？お昼寝しちゃったパパとママ。ひまりも日和も寝てしまい、一人で静かにする優しいひなたママでした。ごめんね、ママとパパ寝てたね。眠くなかったの？眠かった？ごめんね、ひな。すっごい寝ちゃったわ。よし、今行こう。よし。行こう。今日はひなたママ何？夜ご飯何ですか？ハンバーグ。ハンバーグ。はい、ハンバーグですね。ハンバーグお願いします。じゃあ、買いに行くよ。自主的にお風呂掃除をする3姉妹。うん。波が起きちゃって。のき、始めるんだろう。風呂掃除も無事、終了しました。次は洗濯物を畳みます。ひなママ。ひなママ。洗濯とも、さ、疲れるんだね。すごいね、本当に綺麗に畳むもんね。ずっとお手伝いをしてきたので、畳むのも上手になりました。それ誰の？パパ。そう。パパ、持ってって。あ、持ってけばいいの。はい、やっていただきます。どれ持ってけばいいの？うん、こういうの。あ、はい、はい。できた。畳んどく。あ、はい、わかりました。はい、次は、はい、次は。洗濯物畳めたよ。畳めた、ありがとう、ありがとう。助かっちゃうわ、本当に。これぐらい。まずはお手本を見せるまま。これぐらい、一口サイズ。で、こうやって見て、こうやってパーンってやって、空気抜くんですよ。そうだよ。バーが出たっしょ。この感じ。あ、上手上手。でももう終わりなの？早いよ。手が汚れるのが嫌なんだって。こんなぐらい？意外な。今日もうおしまい？おしまい。もうちょっとペタペタやってくださいね。あ、くっつかないようにしてください。ハンバーグとハンバーグがくっつかないようにしてくださいね。わかりました。ママ、お風呂沸いたのでもう入ってきていいよ。お風呂入っていいんですか？ごめん。え、ハンバーグはできます？できます。じゃあ言葉に甘えてお風呂入ってこようか。やばい。星とか作ったの？上手じゃん。いろんな形のハンバーグを作っていました。
じゃあママにあと焼いといてもらって、お風呂入ろうか。うん、焼いてる間に入っておいて。やだ。あの、ヒヨもやった？ヒヨどれ作った？これ。これも作ってない。え？どうした？シャカボー。みんなご飯だわよ。ご飯、ご飯。ご飯の準備しなきゃ。すごい、今日ひなたお母さんとひまりお母さんが作ったハンバーグなんか美味しそうなんだけど。せーの、母さん、はい、いただきます。すごっ。